聴覚。聴覚とは、一定範囲の周波数の音波を感じて生じる感覚のこと。外耳、中耳、内耳、聴神経、バスドラム、聴覚皮質などの器官を使い、音の信号を神経活動情報に変換し、音の強さ、音高、音色、音源の方向、リズム、言語などを認識する能力、機能を指す。いわゆる五感の一つである。なお、 この感覚が生じることを聞くと言いい聴覚を用いつつ耳だけでなく心も十分に用いることを聞く言う。特に積極的な姿勢でこの感覚を用いつつ深い認識をしようとすることは傾聴するという。人では通常下は 20Hz 程度から上は個人差があるが1万 5000Hz から2万 Hz 程度までの鼓膜振動を音として感じることができ、 この周波数帯域を過長域という。過長域を超えた周波数の音は超音波という。これら過長域 20Hz から2万 Hz 以外の音は長らく聞こえないのが定説として多くの教科書等にも記載されてきたが、近年骨伝導で過長域外の音に反応する例が個人差があるものの確認され、過長域外の研究が進められている。過長域を下回る あるいは過帳域下減付近の低周波音は、これまで知られていなかったタイプの騒音被害、低周波騒音を引き起こすものとして注目されている低周波音参照。なお、超音波は骨伝導で、また過帳域近傍の周波数の音は振動として皮膚感覚などで感知できる場合がある。上記の通り、人には限られた周波数帯の音しか聞き取れないが、 さらに過励によって過腸域が縮小する。高周波の聴力から先に失われる傾向にあることを利用して20代くらいまでの人には十分聞き取れるが、それ以上の年代では聞き取りにくい。場合によっては聞き取れないことを利用した商品開発も進んでいるモスキート音。さらに二十代を過ぎると個人差はあるものの、どの周波数の音に対しても徐々に聴力が低下し始め、 最終的には、老人性難聴になる。しかし、老人性難聴となっても、比較的低い周波数帯の音に対する聴力は、良好に保たれている場合がある。人は、様々なアナログ楽器から発する音波を素材として、広く音楽に取り入れ、聴覚の範囲を開拓してきた。楽器が発することのできる音波の特徴や、周波数帯域は様々であるが、 特に低音域については過剰域の限界を超えた試みがなされている。それに対して高音域については超音波に近づくに従い物理的に発生が困難となる理由も相まって素材として開拓の余地がまだ大きく残されている。低音域については西洋音楽におけるコントラバスより低い特殊な音域を大太鼓やドラの打楽器で発することができることは 古い時代より世界各地で知られており、これらは皮膚に振動を感じさせる特殊な効果を持っているため、独特な扱われ方を呼んできた。それ以外に、通常大型とされているパイプオルガンでは、巨大な32ストップが常設されており、弱音から強音に至るまで全身に振動を感じさせる効果は、ある意味で聴覚の限界を追求しようという挑戦であるが、さらに現代では、 アトランティックシティコンベンションホール外部リンク公式サイトによる写真やシドニータウンホールにおいて64ストップも登場し音とは言い難いほど超低音の空気振動を発する巨大な管によってより聴覚を超えた音素材の効果を活用しようという挑戦が続けられている音楽 CD はサンプリング周波数に4万四千百ヘルツを採用しているがこれは 理論上 22,050Hz まで再現できるため、標本家定理実際には、音声出力時にローパスフィルタに通すため、22,050Hz よりは、帯域が狭くなるが、フィルタによる減水域を除外しても人の過長域は十分、カバーできると考えられたからである。身近な例としては、FM ラジオの 19kHz のパイロット信号がある。 比較的高い周波数であるため安価な機器では除去していないものも多いが人によっては過長域を超えるため聴取にあまり影響を与えない。古い時代のブラウン管テレビでは操作線の操作回数は 15,750Hz、525本、30フレーム秒、NTSC を採用している地域であるため人によっては過長域内に入り、 操作に伴って生じる高周波の雑音が聞こえてしまうことがあった。近年のテレビではノッチフィルタを入れており、この高周波は除去されている。またデジタル放送ではこの種の高周波は含まれない。外回時は次回、外自動からなる。次回はパラボラアンテナのように空気中を伝わる音声の音圧を上げて収音する機能を持つのみならず、その複雑な形態から 音源の方向によって音響伝達特性が変わることで上、前後、左右といった音源定義に役立っている。外耳道は約20から30ミリメートルの長さを持っており、鼓膜で終わる。中字は鼓膜、土骨、木ぬ骨、あぶみ骨の3つの自傷骨よりなる。空気振動による鼓膜の振動が内耳のリンパ液に伝わる際、3つの耳小骨を伝わることで、 鼓膜とあぶみ骨の面積比の関係とてこの原理により圧力が約二十二倍に上昇する。つまり天然の物理的変圧器の役割を果たしている。作曲家、ルートビヒバンベイトーベンは自傷骨の動きが悪くなる耳効果症に罹患していたと言われている。内耳は側頭骨の中に位置し直径一センチメートル程度で二回り半巻いており、片つむりのような形をした。 下牛、半期間、前傾よりなる。下牛は内部が三層構造になっており、上から前傾外、下牛管、個室外それぞれリンパ液などで満たされている。あぶみ骨の振動が下牛の入り口の小窓、卵丸窓、卵円蔵に伝わり、内部のリンパ液を振動させ、コルチキを乗せた、規定膜を振動させる。この時最も強く振動する。 規定膜の位置が音の周波数により異なり、高い音の方が入り口付近、低い音の方が入り口から遠い位置の規定膜を振動させる。この振動がコルチキのうちのうち有毛細胞の不動毛を変形させ、イオンチャネルを開かせ、細胞を電気的に興奮させ、内耳神経へと伝えられる。このような規定膜の物理的な周波数特性に加え、 内有毛細胞の特定の周波数へのチューニングという生物的な要素により、我々は音声認知の初期から周波数情報を神経細胞興奮という情報に変換しているのである。規定膜の周波数特性を発見したゲオルクフォンベーケー氏はその業績で1961年のノーベル医学生理学賞を受賞している。その後、 内耳神経に伝達された神経興奮は、肺側と腹側の下牛神経核を経て、ほとんどは体側の一部同側の上をオリーブ角に中継され、外側盲体、下球、内側質状態を経て、大脳の聴覚質に伝達される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。